はじめまして、小山桃です。私は普段は主にモデルをしたり、自分の洋服ブランドを持っていて、その洋服のデザインをしたり、ハンドメイドのアクセサリーを作ったりしています。今日は、私のカバンの中身を紹介していきたいと思います。まず、バッグは黒のどれぐらいだろう、中ぐらいのサイズのボストンバッグです。多分ノーブランドだったと思うんですけど、すごく欲しかったブランドのボストンバッグがずっと売り切れ状態で、落ち込んでた時にたまたま出会って一目惚れで買いました。これが、アクセサリーケース。私金属アレルギーなんで、結構指とか指輪してたら痒くなっちゃったりとかするので、そんな時にこうやって入れたりとか、なんか耳にボリュームが足りないなって思った時とかにパーってつけたりとか、全然本当に今日洋服に合ってないんであれなんですけどが、なんかただのシルバーのチェーンのネックレスだったりとか、なくさないようにここに入れてます。あとはメガネです。伊達なんですけど、韓国で買った、韓国ってめっちゃメガネ屋さんがいっぱいあって、ここで買ったこんな感じの普通のメガネです。目力足りないなみたいな人から、あと一応 UV 加工もされてるので、日差しが強い時とかにはかけるようにしてます。で、アンカーの充電器で、4回充電できるのかな。だいたい私がいつもこれを持ち歩いてるのを友達が知ってるので、いつも友達に貸して私が充電できないってことが多いですどうしてみんな持ち歩かないんだろうってぐらい持ち歩かない子が周りに多くて、わざとらしく、あー充電あと何パーしかないとか言われるんでもうじゃあ使いなよみたいな感じで貸すことが多いです。ソーイングセットです。なんかもともともっと普通の持ち歩いてたんですけど、高円寺にあるなんかすごく変わった雑貨屋さんが、骨董品屋さんがあって、そこに1000円で売ってたので、なんか可愛いのでこっちに変えました。よく、ヴィンテージとかアンティークの洋服を着て、すごく裾とか袖が長くて、歩いてる時に引っかかって破いちゃうこととかがあるので、そういう時に応急処置で縫ったりとかするように持ち歩いてます。本当に階段とか登る時だと思いっきり踏んで破いたりとかしたこと結構あるので、危険だなと思って持ち歩くようになりましたで、お財布代わりに持ってるのがクロエのカードケースです。これに基本カードなんですけど、いつも使うカードと現金ちょっと入るので入れたりとかですね。これも友達に誕生日プレゼントでもらいました。大きめのカバンをあんまり持ってないんですけど、まあ、本当にトートバッグとかで出るときは なくしちゃうの見つからないんで、もう一個大きい方の財布持ったりするんですけど、もうこのぐらいのサイズのカバンの時は基本何でも、もう最近カード持ってるって言っても何でも携帯で決済できるんで、あんまり使いどころはちょっと少ないこちらが、メイクポーチです。カバンに対しては大きいかなって感じなんですけど、お化粧品以外にも香水だったりハンドクリームだったりとかは全部ここに入れてます。なんかさっきからもらってばっかですけど、これも誕生日プレゼントでもらいましたで、その中でももっと、これはまあ持ち歩かない日もあるんですけど、それでも絶対に常にカバンに入ってるのがこの2つで、こっちがラベンダーオイル、なんか頭痛だったりとかリラックス効果だったりとか、私三半規管がすごい弱くて、バス酔いとかタクシー酔いとかすごいするんで、なんかそういうの見かねた母親が送ってくれましたすごいいい匂いで癒されます。最近よくなんか持ち歩いてる人とかも多いですよ。なんか何でしたっけ、コスメキッチンとかでもよく売ってますよ、なんかロールオンタイプのやつとか。こんな感じで、なんかもう匂いで、な
なんでしょうね。不思議ですよね、オイルって。ロモアンドのゼロベルベットティントの05番を最近見て、メイクさんが使ってくれた時にすごい綺麗な色で、なんか、もともとあんまり韓国コスメとか、そこまでコスメに興味がある方ではなかったんですけど、最近この韓国コスメのリップの色が、めっちゃ可愛い色が多いなと思って、いろいろ試して、これが最近一番お気に入りです。次に、アルコール除菌です。お店、ご飯食べる前とか、って言っても、もうなんか最近どこにでも置いてるんで、あんまり使う機会がちょっとなかったりするんですけど、なんか電車の中とかで気になった時に使ってます。と、一番最初に私、お洋服のブランドを持ってるって言ったと思うんですけど、そのブランドの名前が、UNE って書いて、ウネって言うんですけど、本当にまだできてから何ヶ月も経ってないぐらいのブランドなんですけど、できた経緯的には本当に知り合いのっていうか友達からなんか洋服のデザインとか服のブランドとか作ってみないって聞かれて、なんか私本当にもう流れに身を任せるタイプなので、じゃあやってみようかなぐらいの感じで始まったブランドなんですけど、名前を考えるときとかにうねって私すぐつけたんですけど、田辺聖子さんの短編の恋の棺っていう小説に出てくるうねっていう女性がいるんですけど、私の中の理想の女性の中の一人で、その人がなんかイメージ的にその人が着てそうな、私のなりたい自分になるための洋服みたいなイメージで作ってます。こんな服が着たいみたいなのを作らせてもらってます。まだアイテムは一つしか出てなくて、今の時点でそれはブラウスなんですけど、私とにかく透けてる服と布の量がすごく多い服が好きで、なんか3回ぐらい作り直したのかな、2回かな、2回ぐらい作り直して、会うたびに布が足りないって言って最初使ってた、一番最初に出来上がったサンプルの3倍ぐらいの量の布を結局使って作ったブラウスが、この前、そうですね、販売開始して、まあ受注生産なんですけど、すべて、感じですね。丈が長いもの、ワンピースだったら丈が長いもの、ブラウスだったら布の量が多いものとか、刺繍が綺麗なものとかですね。あと私もう一つビードっていう、主にビーズを扱った、アクセサリーを制作してるんですけど、そっちはもう本当に、なんていう、利益目的というよりかはほぼ趣味でやってるんですけど、ただ自分が綺麗だと思ったものだったりとか、自分の顔のコンプレックス緩和っていうのかな、緩和するための形のアクセサリーだったりとかを作り始めて、で知り合いにもう普通に無料であげてて、いつもあげるみたいな、で、あ、売ったらいいじゃんって言われたところから売り始めたりましたね。だからこれもまだ2ヶ月3ヶ月ぐらいですね、初めてから。私すごい重長めの顔なんですよ。で、なんか重長めの顔なんで、私前髪ここまであるし、なるべく重長に見えないようにとか、あんまりこう垂れてる感じのやつとかはつけれなくて、その余計に長く見えちゃうと思って、なので横に大きかったりとか、こう小さかったりとか、ここになるべくこう横に広がるように見えるアクセサリーを作ったりとか、逆に丸顔の子にあげるようだったら、なんか垂れてる感じのものだったりとかを作ってあげたりとかしてました。なんか本当にそっちもどっちも趣味全開なんで、結構好み分かれる感じではあるんですけど、一応載せているものであれば何でも注文していただいたら
作るっていう感じです。そもそもモデルをしたいっていう気持ちも別になくて、別になんか流れに流されっていうか背中を押されって感じですね。そう、なんかすごいなんかいろいろ自主的にやってる人に見られがちなんですけど、なんでも結構人に強めに勧められないと始めないタイプですね。周りに支えられながらって感じですね。やりたいことはとりあえず全部やってみるって感じで、合ったものを、合ってるものをなんか仕事にしたりだったりとか趣味にしたりだったりとかっていうのも、を今後もずっと続けていけたらいいなって今みたいな感じに思ってます。ブランドを大きくしたいですしもっと売れるハンドメイド作家にもなりたいです。以上が私のカバンの中身でした。よかったらインスタグラムの方も見てください。ありがとうございました。